や、それは、ね、自分が乗ってるわけじゃないんで。あ、そうですか。うちのほとんどお姉ちゃんが乗ってるんで。すごいね。リッチなんだね。RX。お呼びますよ、今日。部品は全部新品で。どれ？純正使ってる。あ、本当ですか。コンパクトだね、今見ると。みんなでかくなっちゃったから、車が今。音が高級車だよ。だからそのパターンと多分一緒っすよ。全く気づいてないっていう。すごいんですよ、だから。それは多分、そう、まあ説明しなかったけど、多分ね、見るとね、分かる気がする。サスコンってどういう感じなんだね。結構コンパクトなんですよ。あ、でっかいね、箱。それはあのジャンクションの？ジャンクションの。で、中だけこれ。開けてないんですよ、まだ。これがあれか、ユニット。これに入れてます。これ新品なんですか？これ新品っすよ。結構安く買えた。まあ。経過というか、まあ、ジャンクションで売ってる値段よりは安く取れた。いくらだわ。いくらか。ツーリングまでに間に合わせてこない。いや、困ったな。ツーリング参加できへん。そう、確かに。多い感じなんだよ。名前ありますかね、パソコンって。こいつコーチね。いや、もうそこは聞いてみないと思う。なんとも。今日聞いてもらえばよかった。あれ、LINE で聞いておきましょうか。LINE で聞いておきますか、一応。あ、マジっすか。うん、聞ける、聞ける。あの、電話もするし。あ、聞くだけはできる。あ、本当っすか。はい。先月買ったのに、また何もしてねえってね。どういう感じなんだ、ジャンクション。定価だとやっぱ8万くらいですよ。10万くらい。
そんなすんだ。10万オーバー。こういう感じなんだ。なんか結局専用品って高いんですね。手に入れてすぐ入れないところが好き。だからもう間違いないもん。絶対やったら。いつ来たんですか。だって11月の、うん、だからこの間ここ来た時です。11月に来てまだつけてないんですか。そう、あの時にほら話したじゃないですか。あ、はいはい、あの時ですだから。あれから届いたんですけど。ああ全然。そっか、自分の行きつけのとこではやってるの。いや、あのあれなんですよ。だからもう年なんで。いや、まだやる。65歳の人にやってくれって言ってもちょっと厳しい。嫌だよねって。なんかほら全部ね、システムをおかしくしたら嫌だなっていう言われたんで、じゃあまあ一緒みたいな。ありがとうございました。こんな速くはないんですよ、スピード的に。速くないですよ、全然超速ですよ。まあそうですね、車外見たいんでいかない。あんなにあのハイスピードカーになるんで。なんかボルトみたいな感じなんですか。ただ差し込むだけ。じゃあよ、すぐやってくれんじゃないかな、キャンプ。差し込むだけなんみたいな。だけどちょっと不安なわけね。あとはなんか設定もいろいろやらなくちゃいけない。ああ、そっか。あやってみっかと思って やろうと思ったんですけど、めっちゃせえと思って。なるほど。ちょっと手間だわ。今からみんなでやろう。